こんにちは、あやはれです。今日は材料3つで作る冷凍作り置き弁当を紹介します。おかずを3品作ってご飯と一緒に詰めるだけ。食べるときは600ワットで4分加熱したらすぐ食べられます。冷凍保存で2週間以内なら美味しく食べられるので、忙しい日の備えとしてぜひ作ってみてください。先に玄米ご飯を炊いておきます。私はダイエットを機に白米から脂肪に変わりにくいと言われている低GI食品の玄米を食べるようになりました。今回は以前に視聴者さんが教えてくれて大好きになったローカット玄米を炊きます。2合分の玄米、メーカー推奨の水の量は米1合につき同じ計量カップで 1.5 杯から2杯。私は炊飯器の目盛りの 2.5 合分ぐらいが少し柔らかめで好きです。お米を炊く時間がない方はおかずだけ冷凍してレトルトのパックを使うのがいいかなと思います。ほうれん草のナムルと炒り卵を作ります。まずは電気ケトルでお湯をたっぷり沸かしておきます。根元の硬い部分には切り込みを入れて、先端の汚れが強い部分はカットします。フライパンに熱湯をたっぷり入れて中火にかけて沸騰させます。根元側から30秒から1分、柔らかくなったら全体を浸します。全体が浸ったら30秒茹でます。火を止めて氷水に入れて 1,2 分冷まします。しっかり水気を切ります。4センチ幅にカット。ボウルに入れてごま油小さじ2、鶏ガラスープの素小さじ2、しっかり混ぜ合わせたら完成です。フライパンをさっと洗ったら次に炒り卵を作ります。卵を4つ割り入れます。マヨネーズ大さじ1、よくかき混ぜます。中火で加熱します。完成したら粗熱を取ります。最後に照り焼きチキンを作ります。鶏胸肉を一口サイズにカット。まずは繊維の流れに沿って3分割にカットしてから、繊維を断つように薄くそぎ切りします。タレを作ります。醤油大さじ3、みりん大さじ2、酒大さじ1、天才糖大さじ1、よく混ぜ合わせます。フライパンにオリーブオイル大さじ1、中火で加熱します。鶏胸肉1枚に対して片栗粉大さじ1をまんべんなくまぶします。フライパンの容量的に鶏胸肉1枚分が限界なので、まずは1枚分だけ両面軽く焼き色がつくまで焼いていきます。できたら一旦取り出してさっとフライパンを拭いたら、同じように残り1枚分を焼いていきます。全量をフライパンに戻して少し火を弱めてからタレを加えます。
タレがしっかり絡んだら完成です。粗熱が取れるまで待ちます。ご飯が炊けたらタッパーの底にご飯を詰めます。私は今回ジップロックの正方形のタッパー容量 700ml を使います。玄米2合を炊いて1食約 140g ぐらいになりました。粗熱が取れたらご飯の上におかずを乗せます。最後に白いりごまを添えます。蓋をして冷凍庫にしまいます。食べるときは蓋を少しずらした状態でレンジ600ワットで4分加熱します。家で食べるときは簡単に作れるマグスープをいつも添えています。会社員時代はよくお弁当にコンビニのスープを添えていました。職場に持っていく場合は保冷剤を入れて冷凍のまま持っていってください。職場にレンジがない場合は朝レンジ加熱して粗熱をしっかり取ってから持っていきます。この場合はご飯もおかずもまとめて冷凍してしまうと粗熱を取るにも時間がかかってしまうので別々で冷凍しておく方がいいかなと思います。一般的に冷凍保存で1ヶ月持つと言われていますが、冷凍期間が長くなるほど味が落ちてしまうので2週間以内に食べるのがおすすめです。最近お米の沼にハマっています。今までお米は母が地元の農家さんから買ったものをもらっていたのですが、そろそろ自分で買おうと思い探し始めたら、米の種類や品種など調べれば調べるほど何を選べばいいか分からなくなって、まずは手始めに過去にコメントでおすすめいただいたローカット玄米と発芽玄米を試しています。今まで玄米を食べるにはしっかりとした洗米と8時間浸水は必須だと思っていたのですが、玄米でも無洗米を選べば洗わなくていいし浸水時間もなしで柔らかく仕上がると知って衝撃を受けました。特にこのローカット玄米は玄米表面の硬いロー層だけを除去することで白米と同じように炊いて白米と同じように柔らかく仕上がります。なのに玄米とほぼ同等の栄養価が得られます。発芽玄米は胚芽部分を発芽させた玄米で、私が調べた限りだと一番栄養価が高い状態で食べられるお米です。以前に一度自分で玄米を発酵させようとしたのですが結構大変だった記憶があります。メーカーによっては玄米を買うときに気にする方が多い残留農薬問題をクリアにするために検査を実施して検出されないことを明記してくれたり、いろんなお米を調べれば調べるほど農家さんの努力だったりメーカー側の配慮だったりをすごく感じました。これから品種とか炊き方までこだわり出したらもう沼から抜け出せなくなりそうです。皆さんのおすすめのお米や炊き方などあればぜひコメントで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。